国道442号は、大分県大分市から、福岡県大川市に至る一般国道である。大分市、大麻植え詰めから、文豪大野市浅地町な市町にかけての離号が、難しい箇所がある以外はほぼ全体を通じて2車線の国道である。武田市九十町から、熊本県阿蘇郡南小国町にかけては、九十高原。 瀬野本高原が広がるドライブコースで山並ハイウェイ先で黒川温泉を通過する大分県と福岡県の県境を通る竹原峠が境内であったが竹原峠道路が開通してあとは短時間で県境を通過することが可能となった八女市以降は筑後平野の広がる横断コースで九州自動車道八女インターチェンジや国道二百九号との相互連絡も兼ねて 重要な幹線道路として機能している。熊本県阿蘇郡南小国町、瀬野本高原付近当時の大分県道、熊本県道15武田小国線、福岡県道、大分県道、熊本県道3号八女小国線、福岡県道24号八女大川線など、合計4路線が国道に昇格、認定されて、現在に至る。なお、八女小国線に関しては、 廃止ではなく、番号を115号に変更して、重複の扱いとなり、福岡県八女市の日向上ダムの北側約 7km 区間が、単独の一般県道として残された。竹原峠、道路、竹原峠トンネル、竹原峠、道路八女市、畳、八女市、山内八女市製の辺の区間で、畳地区の中心部を迂回する。路線バスは急道を通る。 北滝マン道路国道442号のうち、大分県武田市九十町、九十白二の区間は、北滝マン街道と呼ばれる。これは、北原白州の出生地柳川市に隣接する大川市と滝連太郎が幼少期を過ごした武田市を通ることから、二人の頭文字を取って名付けられた愛称である。1987年8月10日に、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選に選定されている17世紀初頭に業種であった加藤清正によって開設された小国王館から継承された道で沿道の追い松並木や離帝を表す石道路は当時の名残である阿蘇山を眺望する九十高原の情景は歌人である北原白州や与佐野明子の歌にも読まれており 高原の美しい自然の中を走る道路として親しまれている。大分県、熊本県、福岡県大木大川バイパス3路線は、いずれも八女市から大川市までを結ぶバイパス道路、総延長 17.4km。この区間に並行する旧道は整備された完成2車線であるが、交通量と市街地を縦断することから、完成4車線のバイパスが計画された。 鹿児島本線との交差も急道は立体交差ながらも360度のループを2回通らなければならない。バイパス区間は暫定2車線で整備されている区間がある。やめインターチェンジの連絡路もヤ地区語バイパスの支線として整備。バイパスの開通に伴い並行する急道は福岡県道795号湯、下田やめ線、福岡県道96号やめ瀬タカ線、 福岡県道793号、柳瀬地区語線、福岡県道706号地区語上島線に変更されている。阿蘇九十国立公園の北東部に位置する九重連山の南陸、標高600から1000メートルの自然の中を東西に走り抜ける。九重高原付近では、春はお花畑や緑の草原に、夏はレジャー、秋は紅葉都市家り寄りに表情が変化する情景を、 見ることができ、阿蘇山を背景に3800ヘクタールにも及ぶ、放牧牛の牧場が広がる、橋梁、編集峠、編集トンネル、編集起点から、ありがとうございます。